私は、s w a 株式会社あご覧のスポンサーの発でお送りしますそれは焦点じゃないかなおい、いいですかはい顔よ顔いいですかみなさんこんにちは、ウルカです 本日二本目ですね。はい。二回目の登場ですね。改めていいスタジオですね。いいスタジオですね。はい。そうですね。本当にね。不思議なスタジオですよね。本当にね。今回はえ月五日ですね。ライジン三十六。はい。沖縄大会ですね。はい。沖縄大会ですね。先日発表されましたね。まあそんな中カード発表されて。そうですね。 そうですね僕気になるカードでいいですかそしたら2つ 2>,、はい、2つある2つやっぱセミあれセミとメインかわかんないですけどもう全カードですかねあれ13カードあなんかでもまだあるとはとま,あまだあるんだなるほど、はい、僕はやっぱセミメインが気になりますね、はい、平本選手対鈴木宏明選手怪物んですねはい、はい、であと朝倉海選手対ジオン ヤン,ジオン・ヤンジヨン選手です。韓国,です韓国人の選手ですね。はい、ヤン・ジヨン選手ですね。はい。この2つが気になります。まあ、平本選手の方からいきましょう。はい、で平本選手、前回は負けちゃったんですよね。鈴木千尋君に、ね、あのランドマークで。あれランドマークですよね。あ、じゃあ2人ともランドマークだ。そうですね。怪もランドマークだったもん。はい、そうだそうだ。ですね。またストライカーっすね。平本選手ね。ね相手が。ね。鈴木弘明選手ですもんね。シュートボクシングですよね、もともと。はい 打撃強いですよやっぱあの萩原選手との試合はなんか不完全燃焼不発だったのかなっていう気はしましたけどなんか奥田選手とかとやって前回の庄司選手今やってんの見てたら打撃めちゃんこ強いんであとやっぱ体が強いですよね怪物んはあれフィジカルかなりあの66の中でもかなりある方じゃないかなって気はしますねはいだからよく今回ね受けたなというのは ありますねやっぱ盆栽柔術なんで寝技もすごい強いところで練習してるんで寝技の練習ももちろんバチバチにやってると思いますし、はい、その体もめっちゃ強いじゃないですか、はい、だか鈴木千尋君も体強かったですけどさらにその上をいく体の強さじゃねえかなと思うんですよはい、はい、だからよう受けたなと <laughs> はいで僕平本選手好きなんで、はい、あの同、ー、行 毎回こうあなんていうんですかね変えてきてるかというかこのやっぱりそのキックボクシングですごいたくさんね素晴らしい実績を残してきて MMA に転向してきたじゃないですかで MMA に転向してゼロからのスタートですよね言ってみれば MMA はそれだからやっぱりそのゼロがこう1から10になって10から100になっていくのがやっぱりその明確に見えやすい時期だとも思うのでこの2戦、はいね、だいぶ変えてきてたじゃないですか。 だって鈴木君の時はね、やっぱりその大気逆にね右もらっちゃったりはあったんですけど、やっぱりよその展開だったりとか、まあ、投げられはし,たしましたけど、その1回目の萩原選手の時よりも全然、なんていうんですか、適応してきたというか、いうのはちょっと見えたんで、ね、3戦目また変えてくるんじゃないかなとは思うんですけど、また厳しい相手を <laughs> ね、当ててきたなと思ったんですけど、僕の中では。 うん、試合の内容としてやっぱねさっき言ったようにその体が頑丈なんで、まあ、当てられてもちょっと休んだら飛ばないですしその寝技もやっぱ盆栽柔術さんできるという中で大表も切り振ってくる選手じゃないですか、まあ、やりにくいとは思うんですけどね、うん、やっぱ打撃のその殺傷能力っていうかその強さはもうやっぱり平本選手はすさまじくたけてるんですけどだけど MMA2 回やってみて2回とも あの相手は別にその失神はしてないじゃないですかと、はい、飛ぶまでは行ってないんですよね。はい、なんで多分もう打撃の距離としてまだドンピシャじゃないのかもしくはやっぱその打撃一辺倒になりすぎて見,見られてしまっているのかっていうところあると思うんですけど、ね、どうでその打撃だけで見た時ってど,どっちに無があるとか。 打撃だけで見たら、やっぱどうなんですかね、種類が違いすぎて、ね、僕は前回、その平本選手と鈴木選手に、えー、対して、平本選手のほうがやっぱ大打撃力はあるって見てたんですけど、やっぱり右当てたのは鈴木選手じゃないですか、初めに。まあ、途中ね、何回も聞かせてますけど、あの右もしっかりいいのもらってたんで、やっぱ。 MMA なんですよね打撃,じゃな打撃の試合じゃなくて MMA の試合としてその打撃の距離でどうかっていう話になっちゃうんで、はい、そうなると <laughs> まだジャストしてないんじゃないかなっていうふうに思います前回の試合だってキックボクシングの戦い方に近かったじゃないですか平本選手ガードすごい力上げて距離をじりじりこう詰めていって自分で距離にして受け返して。 でまた集めてだとあれだとやっぱりよその展開になっちゃうし、うん、下もやっぱりねフェイントかなり効くようなアップライトにもなっちゃうんで難しいですよねやっぱりそのもともと持ってるものを生かしつつその MMA に落とし込むっていう作業すごい難しいことだと思うんでそんなね本当にまあそんな中でやっぱ試合はねしなきゃし続けなきゃいけないんでそうですよ鈴木選手強いですよ。<laughs> 強いですよ、打撃すげえ強いですよ、体も強いし、うん、だから今までのやっぱその2試合を見てみて、飛ばすっていうか、相手の意思がこう飛ぶぐらいの打撃はまだ見れてないので、まあ、今回で見れるのか、もしその前回と変わらず、前回だってそんなに引いたってないですよね。 引き立ってないと思うんで、前みたいなキックボクシングでこう戦うんだとしたら、ちょっと鈴木選手はきついんじゃないかなと思うんですけど、到達する時のスタイルがどういう風に明確に持ってるのかな？っていうのはすごい気になるところではありますね。打撃がうん、平本選手が勝つっていうはい。どういう展開になる。のもうやっぱ打撃を効かせるしかないですよね。じゃないですか。やっぱりそのね盆栽みたいに。 すごいサブミッションで一気に切れ味シュパッっていうのをもう想像つかないんでやっぱり打撃で勝ちに行くんじゃないかなと思うんですけどそうなるとやっぱり相手としては対策が楽になっちゃいますよねその打撃しかないっていうと打撃だけねしっかりあのそこだけこう細分化して予習すればいいだけになっちゃうんで、はい、そうなると難しいですよねだからそのビジョンビジョン的に見て平本選手が将来どういう MMF ファイターになるのかっていうビジョンが。 どういうふうに思ってるのかは僕はすごく興味がありますよね。ね、は。い。多分そのための今準備じゃないですか絶対、ね。完成形に向かっての準備だと思うのでどうしてるんですかね。はい なかなかね、ね強いですよね。はい、まあ、鈴木千尋君もね、もちろん強いですけど。この。参戦すごいですよね。そうですね。まあ、ーーやっぱり、ね、雷神でたくさん勝ち星を上げてるからね、萩原君になってめちゃくちゃ強いんで。はい、そう、そうですね。茨の道ですね。はい。そうですね。対戦相手を選んでる。うん オッケーをしてるってことですか、ね。んそうですね。日本選手がやっぱり、やっぱ自信がある部分もあるんじゃないですか。はい、やっぱり、はい。メイン行っていいですか。メインいきましょう。はい、メインいきますか。はい、ええー、海鮮したい。ヤンジエオン選手ですね。はい。はい、正直、分かんなかったです。正直、ヤンジエオン選手って出てきて、分かんなかったんですよ。<laughs> はい、<laughs> そう。無敗の選手。 無敗の選手でした、4勝0敗で、キックめっちゃやってるんですよね、キックボクシングのチャンピオンで、キック結構やってる選手なんですよ、はいはい、そうそうそう、だから唾液の選手ですね、韓国の方は2回戦ったことがあるんですけど、だし、はい、韓国人のロード FC とか見てると、やっぱ、打撃ができる選手多いですよね。打撃がができて体がこう 強い選手が韓国人が多いいなっていうイメージはすすごくあります韓国の方はその多分ウェイトというかそのトレーニングしっかりやる選手が多いので体が強いんですよやっぱすごいいい体してる選手が多くてプラスでやっぱその打撃用練習をすごくしっかりやってるので打撃が強い選手が多いなというイメージですね。で相手の選手ちょっと映像見たんですけどサウスポーなんですよ。サースポーで結構ねこう 脇が空いて空いてる選手で,はい、はい、でオーソドックスに対して結構内回りに回って自分が正面からこうワンツーって出す選手なんですけど甲斐、はい、選手にあれやるとめちゃくちゃ危ねえんじゃねえかなって思ってるんですけど、はい、どうなんですかねだって正面が空いてるじゃないですか、はい、正面が空いてる中で相手のね内に入ると右ストレート思いっきりもらうじゃないですか、はい、僕右ストで折られてるんで,、はい、で右スト,レートの威力やばいんですよ。 右フックというか右のストレートによくやばいんで甲斐、はい、選手にあれやるんじゃめちゃくちゃ危ねえんじゃねえかなって僕は単純に思ってますねはいその40代選手が打ち回るってことは、うん、左を当てたいってことですか、ねはい、左当てたいですね多分オーソドックスとやるとけんか打つになるんですけど前足はこうぶつかる、はい、合う同士になるんですけどそうするとやっぱりその開いてる方の攻撃って当たりやすいんですよ、はい、ストレートだったりこっちの経緯だったり当たりやすいんですけど 多分こう内に回って相手の右ストレートに対してえっとこう来てるものが僕が内に回るとこうなるじゃないですか、はい、ここで抜いてこう自分が正面で当てに行くみたいなイメージ強いと思うんですけど結局あのここを開けながらこうあの相手のストーを殺しながら回るとかじゃなくてねフックとか殺しながらじゃなくてこう開きながら <laughs> 内に回っちゃうともうドンピシャで真ん中空いてるんで <laughs> 先に多分右もらうんじゃないかなって。 思いますねはい打撃でやられるんじゃないかなって僕は <laughs> 思いますね海選手あの踏み込みも早いですし多分俺は多分右当てて、はい、あの聞いてその気をするかなって、うん、はい思います,すそうです。僕ちょっと海選手あの沖縄大会出るかもみたいな はい、あのちょっとあの聞いてたんで、はい、結構相手予想してて、はい、あのコールドベルかなとか、あの辺来るんじゃないかなと思ってて、はい、あのこの方だったからびっくりしました。<laughs> えー、誰だろうと思って。<laughs> そうですね。はい、<laughs> めちゃくちゃしかも打撃の人でした。<laughs> グランプラじゃなかった。<laughs> コルドベル見たいですね。 ゴルドベル見たいっすよね。ゴルドベル見たいなと思ってたんですけど、そうっすね。<laughs> まあベラもね、対抗戦がまだあれかなっていう、うはい、感じも多分あると思うんで <laughs>。まあだからね、ここはカイ選手がしっかり多分勝つんじゃないかなっていうふうに、ん、はい、思いますね。<laughs> 年末以来ですかね。そうですね、年末のうトーナメント以来ですね。あ、ね、そっか、あの過酷な、過酷なトーナメント以来っす, <laughs> すね。<laughs> 凄まじかったもんね。めっちゃ過酷、あれ <laughs>。 そうすあそれ以来かじゃあもう結構空いたっすね7ヶ月そうっすね半年以上は空いてますねはいで7月がもう一大会ジンさんやるっていうことではいそうそうじゃないですかあそろそろですかはいそろそろじゃないですかそろそろじゃないですか今日より前回いい勝ち方でしたね初めちょっともらったんですけどねやっぱりねえ 膝もらって <laughs> ちょっと切れてたけどね、はい、すぐ君に言ってましたね、はい、圧倒的な決め力でした、ね、決め力強いっすねやっぱりね決め力強いっすよねクレベル選手はうん。次タイトルマッチですかねですかね牛久、うん、選手牛久選,選手もすごいねトリッキーですよね、はい、ねえトリッキーだしすごい、うん、前回もそうだけど変えてきてたじゃないですか、はい、プラス膝が得意っていうことでね 体育レベル選手、ね、どうなるんですかね<ー>そこちょっと楽しみじゃないですかそうですね,ね楽しみなところでありますねいつやるんですかねう大晦日前ですよね晦日前じゃないですかやっぱり、はい、秋口とかじゃないですかね多分秋口の大きい大会とかになるのかな、はい、夏かなそれか、ね、夏か秋ですね多分はいのような気がしますねはいはい四月2日沖縄は行かないでしょ行かないですよね、うん はい、行かないですよね。あー、撮影入ってんのわらまライブやりたかったのに。そうなんですね。まあでも一応、予定では YouTube ライブ沖縄もやろうと思ってるんで、ぜひ、はい、あの、一緒に、えなんていうんですか、ペ a y p ピー見る方は、ぜひ、えー、ウルカチャンネルで一緒に YouTube ライブね、見てもらえるとありがたいです。あとはやっぱ、その同じジムの藤田山とくんが出陣するんで、沖縄大会は。はい。ぜひそこも、バチバチのね、蘇さんとやるんで。 はい、ぜひ楽しみに <laughs> しててもらえればいいと思います。はい、オッケー。はいはい。徐々に前島が無言になっていくのが謎なんです。この番組はウェイ株式会社、ワディご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 すすご徐徐々に徐々ににめちゃくちゃあるじゃない